はい、お疲れ様でした。7月30日の桧原湖ガイド終了しました。はい、まあ今日もまあちょっと雷ゴロゴロ鳴ったりとかはしたんですけど、まあ落ちたりはせずに、まあほぼほぼ雨も若干パラついたくらいで、まあレインウェアを着ることもなく終了しました。はい、で今日はまあざっくり言うと、もう午前中がシャロー、午前中シャローの午後ディープっていう感じでしたね。でまあ午前中のシャローはまああのノーミスで取れてればまあ5匹で5キロ全然普通に釣れちゃうくらいな感じだったんですけど、まあまあ当然まあそこまで簡単じゃないし、まあちょっと後ほど話しますが、まああのね、全部普通にね取れるような感じでもなかったので、まあでもまあ言っても1キロとかね、850グラムとかその辺の魚はもうポロポロと釣れてくれました。で午後は午後は深いとこ、午後は深いとこで、まあ、ちょっと、ね、比較的最近難しかったところをもうちょっと釣れるようになってくれたりとか、もしくは、台風の北風が何日か吹いたことによって魚が一時的に全くいなくなったところにも再び入り直したりとか、もしくはちょっと真夏っぽい場所に新しく魚が入ってきたいっていうのも少しあって、まあ、深いところもね、まあ、800グラム平均くらいかな、800グラム前後の魚がまあいい感じ、まあそこそこコンスタントに釣れてくれた感じだったと思います。はい、でね、まず虫、まあ虫、まあシャローですね。シャローはまあ基本的に虫系で、まあ普通にブラインドで釣ったり浮かしたりしたんですけど、まあローテーションしていったルアーが大体こんな感じですね。まあセミ、浮く虫、沈む虫、芋みたいな感じです。で、まあ、見てもらうと分かるように、かなりいろんな手を使って釣っていきました。ね、かなりそのね、まあ 5匹で5キロ超えちゃうような、ね、感じの魚たちが結構いっぱいいたんですけど、ね、食ってるものが、例えばね、春みたいに春ゼミをいっぱい食ってるとか、まあ、それなんだろう、一つじゃなくて、もうかなり時間、まず時間とか個体とかによって食ってるものかなりバラバラなんですよ。なんで、その食わせ方もそれぞれ違うから、ね、見えた全ての魚を全部本気で食わせられるような簡単な状況じゃないんですよね。うん、だから、まあ、全部、それね、食わせた魚全部食わせれば、まあ、取れれば 5本、5キロいっちゃうんですけど、まあ、そうそう簡単じゃないので、まあね、実際問題としてそれが、ね、全部取るの不可能なんで、まあ、あんまりね意味のないたらればなんですけど、まあ、そんな感じでした。で、まあね、普通にウクムシで食ってくれる魚はこいつ、まあね、普通のウクムシだったりセミだったりで、あと沈む虫ですよね。沈む虫は、まあ、沈む虫、まあ、エビ食ってる魚が沈む虫なんですけど、それではなんか見切るっていう魚がすごい多くて、そいつらが何食ってたかというとね、もう完全に昨日の夜から雨、昨日の夕方から夜にかけて降った雨の影響だと思うんですけど、芋虫がめっちゃ落ちたんですよ。芋虫を食っている魚がそこそこいて、場所によってはすごいそれ食ってる、で場所によってはそれも食べてる、場所によってはあんまりそれは食べてないっていう感じで、かなり反応に差があって、で、ね、最初は、ね、この沈む虫とか投げたんですけど、それペッてやってないと釣れなくて、で、なんか、ね、あ、これ手ついてるからダメなのかなと思って、これ全部虫ったりとか、まあ、最終的にはこの、まあ、スワンプですよね、スワンプの尻尾だけとか、こういうのに釣ってったんですけど、まあ、それじゃないと食わない魚もいました。でも、浮いてる魚が、浮いてる、ね、浮く虫で釣れる魚もいました。もういろいろです。はい。で、まあ、これなんかね、でこれでまあヘビースワンプ、ヘビースワンプかな、すごい高比重だったり、こっちがスワンプジュニアの尻尾だったり、こっちがスワンプミーの尻尾だったり、でこれが RV バグの全部足取りだったり、HP シャットテールの芋だったり、フォールスピードとかサイズ感とか色とかでもうかなりいろんな手を尽くして釣っていった感じです。はい。まあね、基本難しいんですけど、まあ、やっぱり釣れればでかい魚釣れてくれるんで、まあ面白いゲームだったと思います。はい。で、午後ですね。午後は、基本的にライトキャロですね。全部ライトキャロでした。うん、ライトキャロで、まあ、北風がね、何日か前に台風の影響で北風で、まあ、ちょっと魚が抜けてたようなところに魚が再び入ってきて、そこでやっぱり800グラム、まあ、40センチくらいかな、40センチくらい
まあコンディションかなり良かったから40センチちょっと切ってるかもしれないですけどね。でもウイートは800グラムっていう、まあそういう魚たちがコロコロ連発してくれたり、もしくは夏ですよね。夏のエリアに新しく魚が入っていたようなところで、まあいいサイズが釣ってくれたり釣れてくれたりとか、まあそんな感じの一日でした。はい。まあね、明日以降またどうなるか分かりませんが、まあまたね、あの休みになる、ので人も増えてボートも多いと思いますが、まあ、ちょっと頑張ってやっていこうと思います。